番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。パパ、お仕事か。行くか、釣り。本当？あれ、竿は？任せなさい。みんなの釣りを大応援。釣りが大好き。フィッシングユー。餌忘れた。バケットマウス。座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー。フィッシングポイントをご覧の皆さん、おはようございます。今週も先週に引き続き、鳥羽市千賀のフィッシングパークトリトンさんからお届けします。今週後編は実況編ということで、鈴木さんと私も竿を出し、君は一人で頑張りますよ。さあ後編スタート。さあ前編では、はい、キスミ君にしっかりレクチャーしていただきまして、はい、そうです ね、 ね、釣れましたね。釣れましたよね、はい、狙い通りのマダイも釣っていただきまして、はい、よかったです。はい、釣りをしてみてどうでしたか。いや、楽しかったですね、うんうんうん、本当に釣れると思ってなかったので、うん、もうやっぱり教える方がうまいと釣れちゃうもんなんですね。よかったですね、鈴木さん。よかった、釣れてよかった。目標は10匹以上です、ね、おー、言ったな。わかりました。じゃあ後編も楽しみましょう、はい、お願いします。お願いします。ちょっとプロトなんですけど、はい、ちょっとこれを香里さんに使ってもらって、うん、この長い雪が消し込むの、それが、まあ、僕も見たく。これは取り、はい、外しできるようなできます。はい、二分割になってますので、はい、スーッて入っていくんです。気持ちよく違和感なく入っていく。感度がいい。感度が、そうです、感度がいいんです。じゃあ使わせていただきます。そうですね、はい、はい、お願いします。で、私もまず最初この、キスミ君が使ってたのと同じ誘いショートの赤からスタートしていこうと思うんですけれども、ちょっと時間経ってきたので、そうですね、しぶって日はまたこの黄色に変えたりして、そうですね、はい、はい、仕掛けも変えながら変えて、ね、やっていった方がいいと思いますね。はい、さあまずですね、私いつも定番はマダイイエローを一粒漬けの三角にするんですけれども、先ほどもそれでスタートされてたので、マダイイエロー一粒とスペシャルの2個漬けでいきたいと思います。2粒を練って混ぜて使っています。じゃあ用意スタート。さあここからは全員でスタート。さあ誰でしょうね。ねえ、バラシ厳禁よ。はい、一番は誰でしょう。当たった。わで、穂先で効く。これバラシダメですからね。そうですよ。おっしゃ、かかった。おさあ、なんでしょう。なんでしょうね。赤っぽい。よし。見えた。もうダブルヒットかな。エサを誘い上げた瞬間に吸い込んできました。お、ヒット。ヒット。おお。ちょうどエサを上げて、はい、下ろす瞬間に食い上げてくるのが見えました。あ、痛い。元気。ちょっと待って、巻きすぎた。助けて。よいしょ、入れた感じです。よっ、よいしょ。はい、1投目ですね。狙い通りマダイヒット、はい、よし、うんうんうん、ここからですね。ここからですよ、まだまだ。ここから、はい、はい、めっちゃ稼い。ちょっと棚上げてもいいかもしれないですね。はい、いい、うん、分かりました。この調子で頑張りましょう。はい、はい、教わった通り誘いを入れてますね。もう来た。やっぱりの誘いの後大事。もう竿を立てては巻く、立てては巻く。やった。もう次。待って。やる。あのね、巻き釣り、この巻き釣りで。立てるだけ。竿立てる。持てました。やりました。苦戦したかもしれないです。いやー、いい感じで。自立1匹目ですね。お見事。ありがとうございます。一生懸命ね、誘ってるなと思ったら、次の瞬間浮きがスポーンって入りましたね。ちょっと目そらしてます。あれ。大事なところ。マダイですね。よし、このマダイが当たっている時間帯にマダイどんどん釣りましょう。はい。お見事。ありがとうございます。
やっぱ誘った後ですね、はい、大事ですね、やっぱこの誘いが大事ですね、すごい自信は、はい、誘いが大事です。まだ行ってたんです。はい、はい、どこで合わせますか。お先で聞く。あ一緒当たった。鈴木さん、バラシはダメですよ。次、お客さんに言われてる。おぉ、ナイスナイス。おぉ、あ、巻きすぎ巻きすぎ巻きすぎ、もう巻きすぎ。はい、オッケー。おめでとうございます。よかったよかった。棚測り直して釣れたね。棚の大事さがよくわかる。わかりました。よかった。でもバッチ、全然、全然いいです、全然いいです。釣れたんだから。釣れてないんだから。また餌つけて垂らすのも楽しみです。うん。どんどん釣りましょう。はい。落ちた。今度は大丈夫。待ってまた。落ちた。落ちた、やりました。待つ。で、ここ先で引く。合わせる。ドラグは緩めの方がいいかもしれないですね、やっぱり。お先に重みが乗っているかを確かめてから合わせるとバレにくいですよ。当たってる時はね、あの連続で、うん、漬け込みにこれらにつけたエビで来ました。お、当たってる時はその餌をしばらく使った方がいいですよね。はい。当たった餌を真似する、大事。待ってる待ってる待ってる、これはいいんじゃないでしょうか。まず離した。そうだ、お、離した、入った入った入った。もうちょっと待って、もうちょっと待って、戻らないで、戻らないで。もうこっちめっちゃ気になるじゃないですか。待ってる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 、これで確認して、オッケー、よっしゃー、オッケー。あー、びっくりした、戻ってきたから。いい感じに浮きが入りました。よいしょよいしょ。ちょっと杭が渋くなってきたかなと思ったので仕掛けを3号の方、黄色に変えました。イエーイ。はい、OK。 はい、すいません。ちょっと一人違う魚種釣ってるやん。シマアジですよ、これ。アジですか。シマアジ釣れました。イエーイ。餌は、餌はボケ、ボケ。間違わんだ。ね、え、シマアジボケで釣れるの？初めて。すごいですね。お、新魚種クロソイゲット。クロソイ来ましたね。クロソイをその外で行ったりで、ノーシンカーで落としてたんで。はい。食いしぶってきたので、浮きなしで底べったりを探っていくと。お、お、お、持ってきました。あっしゃー。曲がった、曲がった、ちょっと。曲がった。ハプニングハプニング、でかいでかい、ちょっとでかいちょっとでかいちょっとでかいでかいでかい、ハリスが細いから、ハリスがでかい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 、なんか当たり方がマダイと違うなと思ったんですよね。でかい、よいしょー。やったー、やったー。探り釣りでマハタ初めて釣ったかも。すごい、やったー。餌何です？これ、カメジャコです。カメジャコ。もう、さっきあのイワシをそこを這うように動かしてるって言われてたんで、このカメジャコちょうどつけてたから、僕のヒントいただきまして、僕のヒントいただきまして、ふわふわちょっとするように、本当そこを投げるようにしてたら、このマハタは2キロ級でしたが、4キロ級を釣られたお客さんがいらっしゃいましたよ。あ、ヒラメ釣ったんですね、釣り3回目でやっちゃいましたね。釣りよく行くんですか？あ、そうか、3回目やもんね。釣り堀が3回目。教え方、先生もいいんじゃないですか？あれ、でも釣られたんでしょ？これ、さすがに多かったですよね。まだまだ。じゃあ、また来ていただいて、はい、またたくさん来てください。はい、お見事でした。さあ、後編のみんなで釣りを楽しもう編も、楽しめました。楽しめました。ありがとうございました。この1日を通して成長ぶりすごかったんじゃないですか。そうですね、
もう1人前ですね。ねえ、はい、だってもう後半は1人でやってましたから、はい、ということで今日は2週にわたって入門編、実況編をお送りしましたが、ひすみくんの成長ぶりも見えましたよね。これからもいろんな釣りにチャレンジしてもらいますよ。フィッシングユーでは自宅にいながらお買い物を楽しむことができるネットオンラインショップフィッシングユーウェブ店を展開中。竿、リールはもちろんのこと、さまざまな釣り道具が満載です。釣り道具だけでなくアウトドア用品も取り扱い中。あなたの欲しいものがきっと見つかりますよ。フィッシングユーウェブ店で検索してみてくださいね。霧長島網元釣り堀センター正徳丸からマダイ海釣り体験と2時間ショートコースは当面の間中止とさせていただきます。お客様に安全安心にお越しいただけるよう最善の方法でご案内させていただいています。詳しい対応策はホームページをご確認くださいね。中津浜クロちゃんと船から、現在開催中のクロちゃん杯は休業期間を考慮して6月17日までとさせていただきます。3期の新イカダ、愛、みやび、ひかりは7名が余裕を持って釣り可能な大型イカダとなっています。こちらもぜひご利用くださいね。南伊勢内瀬釣りセンターから、イカダ釣り料金は大人1日4000円、少人1日2500円です。釣り堀料金は大人1日1万1000円、女性1日7000円、子供1日5000円となっています。イカダでは黒鯛はもちろん五目釣りも楽しめますよ。的や有岡渡船から、イカダ加勢料金は大人1名様4000円、女性中学生は2500円、小学生以下は無料となっています。イカダは6人用が9台、トイレ付きです。カセは2、3人用が13台となっています。大型のクロダイがコンスタントに上がるフィールドですよ。月間プレゼント、釣り券よりリチートとハリスのセットを3名の方に、フィッシングユーより投げ釣りセットを1名の方に、明豊化学工業より弾丸システムボックス VS7080 を1名の方に、エヌテックマリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウス、座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。明豊。優しい胸で この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。